こんにちは、天アカデミー堀秀ですコインチェック580億円分の仮想通貨流出と、ねえーまあ、なかなか,なかなかな金額の、えー、仮想通貨消えました取られましたコインチェックね、えー、これで、えー、コインチェックはトラブルを防ぐための、まあ、オフラインでの保管というのをね、えー、技術的な難しさがあると あるいはね、人材が不足していたということで、やらなかった。で、まあ、もう一人別の取締役の方は、資産を預かっている立場として、できる限り十分な対応はしていたと、ね、述べてるんですけど、まあ、これ、読んでね、思うのはね、できる限りとかね、難しいとか不足してたとか、まあ、結局、 想定すべきことに対する対策をしてなかったからつけ込まれたかなという気がします。性善説と希望的観測に基づいた行動する日本人ということでね、まあ、そのため想定外の事故に弱いで。昨日ちょうど運転免許講習に行って、えー、免許更新してきたんですけど、こうね、交通事故に遭って、えー、娘を亡くしちゃったというこの、えー が公衆の時の方に出てました。ね酔っ払い運転でノーブレーキの車に夜え自転車乗っててね裏から突っ込まれて死んじゃったという事故なんですけどまあこういう事故は起こるとねでなんかね事故の原因っていうのが結局信号守らなかったとか、えー、スピード違反とか、えー、あるいは渡るべきじゃないとこ渡ったとかいろいろい、えー 統計にはなってるんですけど、まあ、結局ね、えー、ルールを守ろうというのをね、言いたいんでしょうけど、ルールを守ろうっていうのは、ルールを守ろうって言って守る人に、えー、言ってもしょうがないことなんですね。えー、言って、ま、なんですかね。ルールを守ろうと言って簡単に守る人は、ま、あそもそもそんな危険なことしないと。まあ、むしろ、ね、ルールなんか気にしてないとね、ね、えー、守った、破ったってどうってことないよと思ってる人に守らせる強制力が必要だと。 まあところが、そういう前提は全くなし、ね、ルールを守らない人が悪いというような、ね、話で終わっちゃうで。ルールを破っちゃった人にひどい目に遭わされた人は、ね、泣き寝入りという形になっています。でね、これ交通事故の話もそうなんですけど、まあえー、おととし、ね、この北海道新千歳空港で、えー、保安 検査場をすり抜けちゃったた人がいたとねでそのおかげでね、えー、何万人も、えーまあ、飛行機を降ろされてね、えー、影響が及んだという事故がありました。で、この時ね、この女、とんでもないねという論調だったんですけど、いやいや、ちょっと違うんじゃないのというふうに思ったのがね、えー、そ,んなそんなちょっとね、えー、ちょっとのことですり抜けできるようなね、保、えー、安検査をしてる、えー、新千歳空港、 そもそも安全のために検査してるんだったらね、えー、爆弾持ち込もうとかね中でハイジャックしてやろうという人が、えー、保安検査場をね、えー、協力的に受けるかってことですよね、まあ、すり抜けできるんだったら保安検査してる意味ねえんじゃねえのと思いましたあるいはね保安検査場をすり抜けて、えー乗,客ね、その乗客乗せて出発しちゃった、えー、宿、ねえー、だってあの 検査場の、ねえー、チェック、抜けたというチェック、再度するはずなんですけど、それどうしたのってことですよね。で、それから最悪なのが、無意味に2万人以上足止めした新千歳空港の対応ミスと、ちょっと調べたね、その乗客も出発してるのわかるのに、なぜわざわざ、ねえー、その乗客出発してるのに、関係のない乗客、ね、飛行機から降ろして再検査したのか、意味不明ですよね。 だからね、そんな些細なルール違反、ね、ちょっとした出来心ですり抜けちゃった人のおかげで、えー、2万人足止めしちゃうと。まあ、対応が全く、えー、わけわかんない、ね。で、本当の問題には目を誰も目を向けず、ルールを守らなかったことだけを問われてると。まあ、日本は非常にルールをよく守ってね、ルールを守らなかった際の対応が、えー、ほとんどできない。ルールを守らない人は悪いというだけでね、 ルールを守んない人がいっぱいいるという前提に立って、えー、対策がなされてないという、まあ、まあ、不思議な世界なんですけど、まあ、日本だけで生きてるんならそれでいいんでしょうけどね。まあ、実際日本以外の国は、えー、ルールなんか守んないやつがいっぱいの当たり前だという前提でね、組み立てられてますんで、まあ、言ってみれば、世界は戦場なのに、日本だけがサバイバルゲームかスポーツだと思ってるとで。戦場で生き残る方法を知らずに、モデルガンを持って戦場に出れば死ぬのは当たり前。 ま、初心者が自力で輸出ビジネスで稼ぎ続けるのは難しいと。まあ、いきなりここで輸出ビジネスになっていくんですけど、えー、またね、仮想通貨に一旦戻ると、まあ、仮想通貨のメリットというのはね、まあ、海外送金が安くできる。で、あと国に依存しないので、言い,いがかりの税金でお金を募集されるリスクをヘッジできるというメリットがあります。でじゃあ、そもそもね、仮想通貨、通貨って何だろうと思うと、 ウィキペディアで調べると、通貨とは金や国家の裏付けがあるのが特徴とあると。これ、いつの時代の話だろうって感じなんですけど、主要通貨でね金の裏付けがある通貨など存在しないです。ということは、もう一つの、ね、国家の裏付けというのがまあ通貨の、えー、要件となってきます。 アメリカの財政状態を見ても、裏付けがあると思うのはめでたすぎるしますしね。まあ、ユーロに至っては、加盟理由も不明なデイのある国の集合体と。まあ、とても安心できる裏付けはないとだ。安心できる裏付けないのになぜ通貨であり続けるのかなってことなんですけど、えー、いつの間にかね、えー、通貨に対する裏付けが、まあ、金とか国の保証じゃなくてね、恐怖に変わったと。まあ、つまり、今ある通貨。 ねにまあ、ビットコインも通貨として考えてもいいと思うんですけどすべ、えー、ての通貨に、ね、金や国家による、えー、価値の保証はないとしかしその価値を否定して代わりになろうとすればひどい目に遭うと価値の保証はないけど価値を認めないとひどい目に遭わせようということですね、まあ、そうなるとビットコインはね、えー、軍事力を持った国家に依存しないのだから価値を守ることができないと またすでに通貨を持っている国がビットコインの管理主体になるという可能性は低い。まあそう考えるとね、えー、ビットコインはチューリップの急コと同じ結末をたどる、えー、可能性が多分にあると、ね。オランダのチューリップバブル。チューリップの急コー1個がね、家1軒より高かったという、えー、バブルっぷりだったんですけど、ある日突然、誰ともなく、本当はこんなもん価値ねえんじゃねえのというのでね、 えー、気づいちゃったら暴落したというのがね、えー、チューリップバブルです。で通貨というものにね、過、え、信、ー、するのは危険です。まあ、だけどそれ以上にビットコインに手を出すのは危険。ねえー、ビットコインは全くお勧めできません。このビットコインは全くお勧めできないって記事はね、えー、もう前々から書いてるんですけど、まあ、それでもね、えーまあ まあもしかしたら私の会にもちょっと手を出してね、えー、儲けてるか損してる人いるかもしれませんけど、まあ、こんだけね、良、えー、くない良くないっ言ってるともしかしたら相談できない可能性もあります。えーね、あの別に、えー、おす,すめできないってことやっててもね、あの 怒りはしないですし、え、できるだけ、え、損害を少なくするとかね、え、利益を最大限化するアドバイスをしますんで、まあ、もし損したり、ね、え、得して税金どうしようという場合もね、ご相談ください。ま、もといビットコインは全くお勧めできないと。まあ、どうなっても悪い予感しかしない。まあ、今回ね、早速的中してるわけなんですけど、まずね、最悪のシナリオ1、国税は鬼より怖いへんと。 うまく儲かったと思ったら、まあ、税金で全没収という可能性あります、ねえー。で、送金の証拠がつかみにくいビットコインですから、まあ、裏を返すとね、あれがね全部これ、えー、申告してね金だろうというふうに因縁つけられたらね、えー、証明できません。そう考えるとね、えー、うまく儲かったという人ほど、後からひどい目に遭う可能性が高いのが、このビットコインの恐ろしいところだなと思います。 で、最悪のシナリオに、まあ、チューリップの休耕編ですね。ある日誰かが、これって本当は価値ないんじゃないのと気づいて暴落と。まあ、価値ないんじゃないのと気づいて暴落というか、今回のね、えー、この、えー、事故でですね、コインチェックの事故で、まあ、当然相当下がるでしょうね。で、最悪のシナリオ3、間抜けを一文大臣に噛むの詐欺だった編と。ね。ある日、誰かが書いたシナリオ通り、間抜けな鴨には、 想想定外のの出来事が起ここり仮想通貨ととというものはななかったことになると、ね、今回、この、えー、ビットコインね、ビットコインというか、仮想通貨の、えー、一部が、すっかり全部この取引所から抜かれちゃったと、ね、取られちゃったわけなんですけど、あるいはビットコインそのものがね、えー、誰かに取られちゃったということにしてね、えー、扱ってたとこ全部なくなったら、そのお金どうなるのかなと。 いう気がしますね、えー、今回みたいな事故が起こんなかったら、まあ、誰もそんな可能性考えないと思うんですけど、まあ、ただ、えー、今回委託するとその捉えちゃったうちは被害者ですと言ってね、えー、みんなのお金を独り占めできる可能性があるということですよねで世界最高の投資家ウォ、ね、レル・バフェットも、えー、ビットコインの暗い未来に太鼓判をしてます、ね、ビットコインは悪い結末になるという確信を持ってますと まあ早速ね、この予言的中してるわけなんですけど、と書いてるのはこれ暴落の話ですね。で暴落があった後,後に、えー、今度通貨の、ね、流出の事故が起きてますんで、まあ、結構ね、えー、最近のタイミングで投資したいとっては、この予言が早速的中しちゃってるという形です。まあ、そういった危険のある、理解できないビットコインに投資するより、まあ、4000点以上の歴史がある転売ビジネスで稼ぎませんか アマゾンがオーストラリアで FBA サービスを開始します。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。まずはここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。